でもですね、スウェーデンのストックホルムから、ヨーテボリってところまで行くためにですね、X2000 という高速列車に乗ってるところです。X2000 っていうのはですね、スウェーデンの高速列車としてすごく有名なんですけど、で、今、食事がね、頼めるんで食事頼みました。これ大体1000円ぐらいちょっと高いんですよね。エビですね。この北欧で取れるエビ。サラダみたいな感じ、マヨネーズで、ね、食べる感じです。で、塩と胡椒を振って、で、レモンでですね、食べます。結構ね、乗り心地今寝てたんですけどね、眠いんですけど、ね、腹いっぱいにちょっと頼みました。今一等乗ってるんですけどね、こんな感じです。こんな感じで景色をこちらを楽しんでね、なかなか景色もいいですね。今から食べるとこです。美味しそうですね。今ちょっと食べてみたら美味しかったですね。